コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才投手作成、右投げ左打ちの投手、フォームはマグロくん、好きな球団は守るくんから伸びまたはジャイロ狙いで巨人でいきたいと思います。ということで今日も天才カードで素晴らしい投手作っていきましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星127、球速やや遅ですがコントロール高いね。スタミナもまあまあと。高速シュートが3なんだけれども、変化球がないか。変化球がないのがちょっともったいないね。できれば欲しかった。赤なくし、これで守る。おお、いや守るくんに、あうノーよ。危ねえ危ねえ。でもくれなかったか。これはなかなか痛いスタート。赤をちゃっかり踏まされている。そしてきた変化球、サンキュー。とりあえず取ろう。とりあえず球速優先でね取って、もちろん変化球も絶対に取る。やる気ボーナスが入ってないから2段階は持っていけなかったけども仕方がない。宝箱サンキュー。おいいねいいね。赤踏まずに回れますね。839からの落とす。早いな。ヒーリング落とすの早すぎてびっくりしてる。コントロール早いな。もうコントロール A なのだが、やる気ボーナス後回しでいいね。新しい球種だから入らないんですよ、やる気ボーナスは。なので出てこなかったか新しいの。そしたらここで合う。よしよしよし、岩隈さんリリース。こんなもんにしておきましょう。ヒーリングを落としているのでちょっと大切にね、一歩一歩考えながら動きたいが、しかしそれはちょっともったいないな。これなければね相当良かったんだけど、動かないんかい。いや赤いぜ。周一さんもびっくりだ。やる気落として宝箱が位置悪すぎる。これでどうだ、いけるか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 いけるね。いけるけどももったいないな。球速3球。今のでコントロールだったら痛かった。さ、新しいの3球締め。縦スラ。いいね。上げていきたいね。上げ上げしていきたいですね。ステージ3で148はまあまあですか。ただ、ここからしっかりと変化球がないので、さあ、来い。ごめん。勘弁してくれい。1とか最悪。ちゃんと見とけばよかった。サンキュー宝箱。これで帰ろう。偉人伝。回復に尻上がり。じゃあ帰りましょう。さあ、尻上がり。ケツ上がりをもらって、ラストですね。さてと、どうするか。おー、ダイニストか。まあまあまあ、もらいたいですね。ただ、コントロールがマジで。うわー、やる気つらい。はい、最高、やらかしのカーレン。これはもう絶対シャッフルしたくないわ。3つ、カチューン、クロスファイヤー、緩急、あー、強いわ。特の当たり引きまくり。で、ジャイアン、ジャイロボール。いいぞ。で、100になる。輝く。変化球回復出てきたか。それいいね。じゃあ、カレンさんゲットしてから行きたいところ。回復3、9。そして、宝箱。うわー、そこか。ダイニスト、ツーシームか。どうする、アイフル。こっちからはダメだね。シャッフルと赤鬼。そうなると、待てよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。いけるね。ハテナマスで死ななければ。野球超人伝。変化球入んないか。変化球が入らない。おーっと、球速スタミナ。オッケー。水木、ね、理想だったんだけど、
うん、ひじりじゃなくてよかったわ。ただ左下か。左下をどう取りに行くか。ヒーリングがないから。これで曲がってきたらかな。ここで曲がってくる読みしたいね。曲がってきたね。オッケー。そしたら123123、ここだな。あ、いただき、あざす。何を落とすか。変化球はダメよ。スタミナね。オッケー。こんな感じで、さらには、おお、ここ通るの辛いのか。はいはい。あ、いいねいいね。コントロールどっかで1上げたいね。はい、赤青サンキュー。いいねいいね。ここで死ぬなよ。ここでマイナス5でも死亡だからな。頼むぜ。フラグは立ってた。547サンキュー。そうなると変化球出てきてんじゃん。取って2段階はいかないね。回復、うわー回復2か。123456789101112。そうなると、そうなるとシャッフルしてワンチャンって感じか。逃げる。さあ、こういう変化球、上、おおお、どうだ。123456789101。いったね。これ選手行くか球速行くか迷うが、来い。よし、サンキュー。伸びだね。よし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 。で、コントロールはまあ仕方がない。2段階いかない。いやー、600いけるか。600いけない。599 1234。だからな、4だからな。600いけず、悔しい。それでもね、それでも最後の最後の粘りはすごく良かったんではないでしょうか。これは嬉しい選手ですね。それでは各種設定いっていきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星599からコクックくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力、特殊能力、すごく強い。星600まであと1足りない。球速もあと1キロ足りない。コンサは SA と文句なく、変化球4球種の422、そして第2ストレートのツーシム、これは強いでしょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 2.67、 圧倒的な数字で最優秀防御率のタイトル獲得です。ありがとうございます。やはり基本能力、特殊能力のバランスがすごく良かった。そして17勝で最多勝、そして8割1分で最優秀勝率も獲得。ここまで3冠。そして見ていくと、10冠と5冠風とすごくすごく活躍。沢村賞も MVP も取っております。もちろん新人王。そしてなんと最多奪三振246個、これも圧倒的で、すべてのタイトル取りました。そして今回はベスト9、なんとゴールデングラブ賞まで取ってしまうという、本当に先発投手で取れるタイトル総取りです。球速、変化球、そして特殊能力が噛み合って素晴らしい大エースになりました。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。